鴨川市 A 球場は、鴨川市が所有するスタジアムで、鴨川市総合運動施設内に立地する。運動施設内のソフトボール場は、この球場のサブグラウンドとみなされている。1984年4月12日に完成、同年11月3日、日本ハムファイターズと読売ジャイアンツのオープン戦が行われた。2005年まで、プロ野球パシフィックリーグ日本ハムファイターズが、 キャンプ地として利用していた。2007年8月に千葉ロッテマリーンズ主催のイースタンリーグ公式戦会場として使用され、2008年2月には2軍キャンプ地として使用された。2010年秋には1.2軍合同のキャンプが行われた。その後も千葉ロッテマリーンズのイースタンリーグ公式戦会場、キャンプ地として使用されている。また、法政大学野球部が毎年のように キャンプを行っている。全国高等学校野球選手権千葉大会の会場としては原則使用されないが、2020年は大会中止に伴う大体大会の第7地区の地区トーナメント会場として使用される。内野はクレー、外野は天然芝であり、スタンドの外野席は芝布席である。ありがとうございます。